アウグストレオポルト・フォン・ザクセン・コーブルク・ウーント・ゴータは、コハーリ公尺家の公子、ブラジル帝室の一員であり、ブラジルでは、アウグストレオポルドでサクセ・コブルゴ・イ・ブラガンサと呼ばれた。ザクセン・コーブルクゴー多講子・ルートビヒ・アウグストと、その妻で、ブラジル皇帝ペドロニセイの次女、レオポルギナとの間の次男として生まれた。アウグストレオポルトは、兄、ペーター・アウグストと共に、 外祖父のペドロ2世の手元で養育されたが、ブラジル提出は1889年の帝政廃止と同時にフランスに亡命し、アウグストレオポルトはオーストリア・ハンガリー帝国海軍に主官した。ペドロ2世の死後、アウグストレオポルトは1895年に起きたブラジル帝政復活計画において、次のブラジル皇帝に押された。 本来のブラジル定位継承者であるオバノイザベルはブラジル国民の間で全く人気がなかったためである。オーストリア・ハンガリー外務省とドイツ皇帝ビルヘルム2世はブラジル定位の継承者としてアウグストレオポルトを熱心に支持した。1903年にポルトガルの党及び県勲章を受賞した。同年、オーストリアのザンクトエギデン・アムシュタインフェルトの城と 荘園を買い取って暮らした。1922年、シュラートミンクで死去。去年54。死後、コーブルクの聖アウグスティン教会にある、コハーリー公爵家の地下納骨堂に埋葬された。アウグストレオポルトと、家族1894年5月30日、ウィーンで、オーストリア大公及び、トスカーナ公使カール・ザルバトールの次女カロリーネと結婚した。 マニヨン男4女を設けた。ありがとうございます。